よし。よし。お願いします。今日はね、細かく立ってますからね、フラッグスラーみたいにこう、絞っていく練習するよ。少し動いていく必要あるよ。受け身、ちょっとまっすぐ入りすぎたぞ。このアプローチ、ね、細かいから。ちょっと受け身だと間違えんなよ、アンダーゲートね。受け身になってるから、受け身にならないように。コントロールしろ、しっかりコントロール、コントロール、向かい角のコントロール、ズワーヒャン、ズワーヒャン、カービングでいけないんだよ、これも練習だわ。行きます。振り出してからのエッチングにちょっとタイムラグがあるし、あとはそのグリップ出す時の押し込みがちょっと弱いし遅いね。もう少しスピード感出して、エッチングの強さ出して、惜しい。そうそう、こういう練習いいわ。動き出る。腰上げろ、腰、腰上げろ、腰上げろ、腰上げろ。遅れてるぞ。いきます。パワー、さあ遅れてくんぞ、気をつけろよ。いやー、この単純な力の強さじゃなくてね、こう絞る外交形、腰の内側へのスピンと外交形で作るこのねじれで力出せよ。おお、毛出てきたぞ、これいい練習だ。ちょっと交互操作目立つけどね、決めろしっかり。絞れ絞れ絞れ、中に沈み込んで、ほら胸まつらない。回すな回すな回すな、回しダメだ、回しよ。ミスったボタンを割り、ちょっと振りすぎだ。もうちょっと振らなくてもスキーの回転力でいけると思うんだ。いやー、あんまり振りすぎんなよ。はい、ちょっと状態起きた今のは。ヘアピン状態沈めろ。ごめん、ピンボケピンボケ。右足、左足の内足の外旋、これもうちょっとする必要あるよ。腰の回旋かかんない。はいよ。この左足の外旋、何をしとんのよ。少しね、雪剥げてね、ちょっとかかる、引っかかる。そんなフォールスベルってことですよね。そう。
そうでございます。ユナに言うの忘れちゃった。内膝のこの外線が、よし、おー、今上来たね。出てきます。まあたまにいいね。おい、今煽っちゃダメだ、煽っちゃ。はいよー、ほら、どうした。疲れてきたか。おー、どうした。もうお腹減っちゃったんだな。去年よりはでも村は1本目から最後にかけての村はもうかなりなくなってきたけどね。お腹減っちゃったんだな。